僕はあの日、真っ白な木蓮の下で彼女に出会ってしまった。文芸部に無理やり入部させられた僕は、放課後この部室で東子先輩のためにおやつを描いている。おいしい。波乱のない平和な毎日、それが僕の一番の望み。東子先輩、僕はもう帰っちゃいけないんです。私はずっと待ってるわ。コノハ君の物語はいつまでも待ってるわ。私は2年8組天野東子。ご覧の通り